これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4の1翔英、相手陣45ヤードからセカンドダウン10。不成功。クォーターバック10番パスを投じようとしましたが、これをカットされパス不成功です。サードダウンに変わります。プレーナンバー4の2翔英、相手陣45ヤードからサードダウン10。中央へのランプレー、キャリア13番、しかしこれはカバーされ、原因は1ヤード、フォースダウンと変わります。プレーナンバー4の3、翔英、相手陣44ヤードからフォースダウン9、パントフォーメーションを選択。パンター16番。このバントベアーズ陣20ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー4の4、ベアーズ自陣22ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル。ベアーズ後半1回目のタイムアウトを取りました。ベアーズ後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の4、ベアーズ自陣22ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア45番、ゲインは約3ヤード。プレーナンバー4の5、ベアーズ自陣25ヤードからセカンドダウン7。タッチダウン、しかしイエローフラッグ、反則は発生しております。リターン中の反則です。翔英側に背後からの不正なブロックの反則がありました。
しかしこれはリターン中の反則です。ボールデッド地点、反則発生地点から10ヤード下がって翔英の攻撃と変わります。ターンオーバープレーナンバー4の6、翔英相手陣17ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア45番、セカンドエフォートで約2ヤードのゲイン。プレーナンバー4の7、翔英相手陣15ヤードからセカンドダウン8。パス不成功。クォーターバック10番、プレイアクションから右に流れつつパス、しかしこのパスは通らず、パス不成功です。プレーナンバー4の8、翔英相手陣15ヤードからサーダン8。ランニングバック45番、トスを受け右オープンへのスイープレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。先ほどのフラッグは無効です。プレーが有効となり約5ヤードのゲインです。プレーナンバー4の9、翔英フォースダウン3、フィールドゴールチョイス、キックによる3点を狙います。キッカー16番、キックレングス27ヤード、ここでホイッスル。オフェンスの反則です。エンクローチメント、不正なスタートを切りました。オフェンス5ヤード抜体してフォースダウンやり直しです。プレーナンバー4の10、翔英フォースダウン8。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キッカー16番、キックレングス32ヤード。ここでスナップが見られました。フィールドゴールをすることができず、ここで攻守交代です。ターンオーバー。
プレーナンバー4-11クラブベアーズファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード。なにわ90番パスをキャッチアンドラン、ゲインは約1ヤード。プレーナンバー4-12ベアーズ自陣26ヤードからセカンドダウン9。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー82番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。ここでベアーズ後半2回目のタイムアウトを取りました。ベアーズ後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4-13ベアーズ自陣44ヤードからファーストダウン10。キュービーサーク、クォーターバック8番ドロップバックからパスを投じようとしましたが、これをショーへ57番がキュービーサーク。プレーナンバー4-14ベアーズ自陣38ヤードからセカンドダウン16。パス成功、クォーターバック8番ワイドレシーバー88番にホットパス、約6ヤードのゲイン。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー4-15ベアーズサードダウン10、ボールオン自陣44ヤード。
ランニングバックへのフレアパス、ターゲット24番、しかしフォースダウンと変わります。プレーナンバー4-14、ベアーズフォースダウン2パントフォーメーション。このパントは昭栄陣10ヤード付近でのボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー4-17、翔英自陣11ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック45番、ハンドオフを受け右を2袋を駆け上がりファーストダウン獲得です。プレーナンバー4-18、翔英自陣31ヤードからファーストダウン10。ランニバック41番ハンドオフを受け相手タックルを弾き飛ばしながらゲインを図りましたがノーゲイン、セカンドダウンに変わります。プレーナンバー4-19、翔英自陣30ヤードからセカンドダウン11。ランニバック13番ハンドオフから中央トップ測り約5ヤードのゲイン。プレーナンバー4-20、翔英自陣34ヤードからサーダウン7。翔英ファーストダウン。ランニングバック13番ハンドオフから右オープン駆け上がりファーストダウン獲得です。プレーナンバー4-21、翔英自陣42ヤードからファーストダウン10。パス不成功。
クォーターバック10番ロングパスターゲット1番、しかしこのパスキャッチできずセカンダウンに変わります。プレーナンバー4-22、翔英自陣42ヤードからセカンダウン10、試合時間残り1分21秒。パス不成功、再びロングパス、しかしこれはベアーズがあわやインターセプトでした。パス失敗でサードに変わります。プレーナンバー4-23、翔英自陣42ヤードからサードダウン10、試合時間残り1分15秒。パス不成功、クォーターバック10番プレッシャーかいくぐりワイドレシーバー6番へパスを投じましたが、6番これをキャッチミス、フォースダウンに変わります。プレーナンバー4-24、翔英フォースダウン10、パントフォーメーションを選択、パンター16番。このパントはベアーズ陣35ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー4-25、ベアーズ自陣35ヤードからファーストダウン10、試合時間残り55秒。パス成功、クォーターバック8番ワイドレシーバー82番にパスを通し約9ヤードのゲイン。プレーナンバー4-26、ベアーズ自陣44ヤードからセカンダウン残り1ヤード。中央へのランプレー、ファーストダウン獲得です。ここでホイッスル、翔英後半3回目のタイムアウトを取りました。これで翔英のタイムアウトはなくなりました。
翔英後半3回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 4-27 ベアーズ自陣47ヤードからファーストダウン10。試合時間残り47秒。クォーターバック6番自らボールを持ち右オープン展開、約3ヤードのゲイン、外へ出ましたので時計は止まります。プレーナンバー 4-28 ベアーズセカンダウン7ボールオンハーフウェイ、試合時間残り41秒。クォーターバック6番ドロップバックからパスを投じようとしましたが、これを翔英が QB サーク。ここでホイッスル。クラブベアーズ後半3回目のタイムアウトを取りました。これで双方ともタイムアウトはなくなりました。試合時間残り16秒。ベアーズ後半3回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 4-29 ベアーズ自陣44ヤードからサードダウン13、試合時間残り16秒。QB サーク。クォーターバック6番再びパスを投じようとしましたが、これをベアーズ翔英57番が QB サーク、フォースダウンに変わります。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、クラブベアーズ14点、翔英ブレザーズ14点、両者同点で引き分けとなりました。